7頭収まって最後にポジティブガール、収まりました。スタートしました。おぼそろいました。まずは長い向こう上面直線コース3コーナーへ向かいます。外8番ポジティブガール出ていきますが、5番アレナリア並んでいきます。そして1馬身差3番手3頭固まって7番マイモーメント、そして内1番プリティユニバンス、外に並んで2番のダノンブリザードの体勢です。その後は3馬身差後ろ3頭は4番アイスランドポピー、2馬身差3番ナムラマイケル、2馬身差で最高峰6番ブロンドケリーとなっています。まだまだ向こう上面の長い直線は続きます。ばらけました。先頭8番ポジティブガール、リードを3馬身取っています。5番のアレナリアが2番手、あとは固まって7番のマイモーメント3番手集団 1200m を通過、2番ダノンブリザード、内1番プリティユニバンス3コーナーを迎えます。後ろ3頭は4番アイスランドポピーがいて、3番のナムラマイケル、最後方は6番のブロンドケリーの体勢です。さあ各馬3、4コーナー中間に向かいます。先頭は8番ポジティブガール、リードがまだ3馬身、2番手に5番アレナリア、4コーナーへ向かって残り 800m を通過、3番手7番マイモーメントです。そして1番のプリティユニバンス、内外2番ダノンブリザード並んで4コーナーカーブから直線へ、残り 600m 今通過しました。先頭変わったか、5番のアレナリア、アレナリア先頭に変わったか、7番のマイモーメント追い込んでくる、その外に4番アイスランドポピー並んできます。外からは3番のナムラマイケルの体勢、 400m を通過しました。内からは1番のプリティユニバンス、そして間をついて2番のダノンブリザード追い込んでくる、これから 200m を通過します。横に広がった5頭、さあ1番のプリティユニバンスか、プリティユニバンス、2番のダノンブリザード2番手か、これに4番のアイスランドポピー3番手から2番手をかかっている。抜けたのは1番プリティユニバンス、先頭ゴールイン。2番手4番アイスランドポピー、3番手が2番のダノンブリザードです。